はい、ようやく始まりました。フィーフィーのチャンネルです。まずなぜフィーフィーが、YouTube チャンネルを始めるかについてのことをちょっと説明しようかなと思います。フィーフィーって大体こういろいろバーッと喋ってるってイメージがあると思うんですけど、実はあんまりテレビで自分の表現したいものを表現しきれてないんですね。むしろ多分3割も喋ってないかなっていう。だからこう自分のチャンネルだったら自分の表現したいものを自由に表現できるかなと思って。あと私の子供が YouTube 世代なんですけど、今子供ってうちの子は多分小学生ぐらいから見てた、今中3なんですけどね。で、小学校時代からずっと YouTube を見てたけど、あの頃やっぱエンタメ系のノリのでやっぱ始まって話題になった YouTube ですけど、どんどん成長するにつれて、そのエンタメ系の YouTuber さんに、こう、そろそろこう卒業しだしたなって。で、まだもちろん政治的なチャンネルとかは見ないんですけど、私、もしかしたら今後そういう YouTube 世代に育った若者、子供たちがどんどんこの政治だったり社会だったりっていう自分の知識とかをどんどんこう、なんていうの？こう広げたいとか蓄積したいっていうようなものを要求してくるんじゃないかと思って、ずっとそれをなんかできないかな、なんか自分らしいものを配信できないかなと思って。2年ぐらい前にチャンネルを開設したんですけど、それにずっと踏み込めなくて、もう決断できなくて、いつそういうチャンネルを配信しようって思って、もう2年経った。でもそれなんで2年かかったかなんですけど、なんかね、結構いろんな YouTuber さんの動画を見たりとか、いろんな人から話聞いた。そしたら、私タレントやってるじゃないですか。で、タレントさんから YouTube に転身するって、もともとファンがいるから結構楽なんじゃないかっていう、最初甘く見てたけど、息子からも聞いて、その YouTube をずっと知ってるね、YouTube 世代育った子たちから聞くと、そんな甘いもんじゃないと。で、いろんなタレントさんやってるけど、結局その再生回数回ってない人全然いるよって。ファンがいてもかといって、例えばテレビであんまりもう見なくなっちゃったなっていう人が YouTube 行って、そういう人たちが逆に開花させて、もう YouTuber として自分の立ち位置確立してる人たちもいるよ。で、それがどんな違いがあるかなって、どんな要素で YouTuber として、その YouTuber の立ち位置を確立できてるだろうっていうのを、いろいろもなんか人の話聞いたり研究した。そしたら、なんか自分はすごく YouTube を甘く見てたなと思って、例えば、ほぼそのコンスタントに毎日のように動画配信してる。あと、結構適当に喋ってるかなと思いきや、ちゃんと構成を頭の中で考えていたり、まあ、慣れてくるともうその台本ないのかもしれないけど、しっかり考えて、内容をちゃんと考えて、ネタをちゃんと考えて、そんなふざけた思いでやってない。だからたまに YouTuber って結構楽して稼いでるよねっていう人いるかもしれないけど、私がやっぱりこの2年間で見てきた中で、そうではなかったっていうところで、自分がどこまでそこに真摯に向き合って、なんかやっていけるだろうって思った時に、かなり自分がその弱気になってしまったかなと思って。で、そっから考えて、どうやったらできるかな？何ができるかな？何だったら私らしいかな？なんか全然私がその、やるべきことっていうのを考えずにノリでやるものではないなと思って考えた。で、フィーフィーってなんだろう？フィーフィーにできるものなんだろうって考えた時に、やっぱり自分が今までそのテレビで発信してったり、まあ主にね、ツイッターがやっぱり話題になることが多かったけど、その時になんで私たまにこうネットのニュースで取り上げられたり、まあいろいろな取り上げられ方はしたんだけど、だけど、なんでだろうって思った時に、やっぱり社会問題だったり、政治のことだったり、まあたまに芸能だったり、そういうことをニュース、流れてくるニュースを取り上げて、
自分なりの言葉で自分の意見でなんか世間に発信してて、でそれがなんかこうみんながあよく言ってくれたみたいな、ちょっとこうそういう評価も、もちろんそうじゃないっていう評価もあるんだけど、それは逆にありがたいのね、反論してもらったりとか。でもそこでこうみんなが考えるきっかけになって議論ができたり、あそういう意見もあるんだみたいなものを発信してった。今年ね、そういえば15年目なんですよ、芸能界は。15年間これやってきたんだよなと思って、それでもっともっと自分らしいことを、その何かのフィルターがかかってなかったり、あのなんていうの、どっかの誰かが作った土俵の上でやるんではなくて、自分の自分なりの構成で自分の番組としてやれるっていうのはどこだろう。それってね、すごくね、なんか簡単なようで難しいから、新たなチャレンジなのね。だからはっきり言って、自分の新境地として、どこまで自分が今度この YouTube っていう新しいプラットフォームで、すごくこれが今後もっともっと盛んになってくる中で、そのテレビにも出てきた自分が、テレビにも出てるわけだし、Twitter なんかでもネットを駆使してやってきた自分が、どこまでその YouTube っていう、その動画配信っていうもので力を発揮できるか、もうはっきり言ってチャレンジなんで、あのどういう風な反響がもらえるかわからないけれども、そこですごい楽しみでもある。怖いんですよ、正直。確かにタレントさんってそこで反響が悪かったらどうしようって。ただすごいな、皆さんすごいな、 YouTuber のって思うのは、最初から無名なところから着々と自分たちのそのなんていうの、その粘り、なんていうのかな、我慢して我慢してっていうか、着々とそのずっと毎日それを続けていって、その YouTuber ですって名前確立するまでを持ってきてるわけじゃないですか。でその中で言ったら、やっぱりフィーフィーってある程度自分で Twitter なんかでできますよ、このあの始めましたよって言えるっていうのはあるわけですよ。でもそういうところで YouTuber 無名の人たちも頑張ってる中で、これははっきり言ってもうあの負けてられないはないけど、なんていうんだろうな、弱気になっちゃいけないなって。それでまあとにかくまあ始めようかなと、ちょっと尻つぼみになりましたけどでまあね、これ自己紹介動画なんで、いいよこれカットしなくても、尻つぼみのところ。まずどんな内容配信するか、今理由言ったんで、どんな内容配信するかなんだけど、まず得意とするところ、私がまず得意とするところ、私のイメージ、フィーフィーのイメージなんだろうってなった時、やっぱり何でも何でも噛みついてるってイメージがあるんで、まあ、そのままのイメージでやる。だから社会問題、もしくは政治。あと最近ね、ちょっとね、やっぱり私が一番不得意とする経済。これもどんどん勉強していこうと思ってるし、私実はあの主婦もやっていて、子育てもしているんで、それぐらいのやっぱり、この子育てしながら欲しい情報、経済の情報っていうので勉強しながら、あ分かりやすいって言ってもらえるようなその内容も配信できたらなと思う。あとね、最近ドラマもいろいろ見てるんだけど、ドラマのプレビューもいいなと思っていて、あとやっとその、Amazon とか Netflix だとか、ああいったものを、入れましたので、なるべくそういうので見た動画のプレビューも、せっかくね、なんかね、一生懸命皆さん作ってらっしゃるんだけど、すごくテレビとはまた違う、すごいいいもの作ってる。で、かなり金かけてる。だから、見るとすごいいいものがいっぱいあってびっくりしちゃって、それを面白いよってみんなで共有できたらいいなと。あとね、そう、映画のプレビュー。私よく頼まれるんで、仕事で。でも仕事で頼まれてなくても自分で見に行ったりしてるんで、映画のプレビューも配信して、みんなと感想を共有できたらいいなと思ってて。まあそういった内容でいけたらいいな。なるべくまあね、あの本当に、私さっき言った子育てしてる主婦の皆さんもそうだし、あと、どんどん成長していく中で、私そんな専門家ではないので、すごくディープなところの深い知識をこう、さらけ出すことができないんですよ、逆に。だったとしたら、フィーフィーぐらいが持ってることですごい社会に役に立つよ、これぐらいの知識があった方がいいよっていうのを言うんで、割とこう高校生だったり中学生だったり、そういう子たちが見て、あ今度のこの、
話題になってる事件ってこういうことが裏にあったんだとか、こういう意見もあるんだみたいな、参考にしてもらえればいいかなと思って、分かりやすくなるべくそういったものを配信していこうと。最後にね、私やっぱりフィーフィーってね、知らない人もいると思うんですよ。テレビもたまに出ますけど、ツイッターなんかでは名前だけは見たことあるっつって、でも誰かわからないみたいな。なのでまあプロフィール簡単な、1976年2月22、笑わない、2月22日生まれ、222にゃにゃにゃ222の日でもあると。で魚座、あと A 型ね。まあなんか血液型、私たち外国人ほとんどこだわらないんだけど、なんかフィーフィーっていつもイライラしてるとか、何と戦ってんのって言われるんで、なんか A 型の人みんな、私もう A 型だったんだ嫌だみたいな人いるかもしんないけど、まあとりあえず A 型ということを言っときましょう。あとさっきも言ったんですけど、今年で15周年、芸能界がすごい、私の覚え方は AKB と一緒っていうねデビューが AKB と一緒だから AKB さんが15周年ですって言ったら私もだっつって、で子供がね、ちょうど私がデビューした時に0歳1歳かだったんで、0歳っていうの、1歳っていうの、まあとりあえず15歳、一緒なんですよデビューの。だから子供が成長したとともに、私もデビューした時と同じ年に生まれたなって。そう、私は子供が8ヶ月の時に芸能界入ったんで、もうそれは大変でした。またそれはね、いつか動画でやりますわ。子育ての大変さ、世の中の人に知ってもらいたいからね、それをまた言いますけど。なので15年やってます。あ、まあなんかでっかい仕事はサンミュージックにください。あと、私はエジプト人で、エジプトからまあ幼い時に来て、もともと名古屋に行ったんで、多分もしかしたら興奮しだすと名古屋弁が語尾に出たりして、あーこの人名古屋だかねってなるかもしれないけど、うん、まあそこは味です。あとはですね、なんかね、私の好きな食べ物を聞かれたんでいやみんななんか気負ってる人がいたら、私これにちょっと、だから私この動画を、自己紹介動画を撮るにあたっていろんな人の見たけど、結構ほらなんかメイク動画とか流してるファッションアイコンになる子たちって、ほら好きな食べ物とか言ってやってたんで、一応私も誰得情報で言っとくと、まあひつまぶしね、最後の晩餐絶対ひつまぶしって決めてるんで、これすごい美味しいからね本当に。ただうなぎ乗ってるだけじゃん、その味の想像できるっていう人いるかもしれんけど、でも一回食べたら本当にやばい、やばいっしょ。まあそんな感じで、フィーフィーのチャンネルがようやく2年間温めていたフィーフィーのチャンネル、もうね、最初から登録してくださってた方もいたんです。忘れかけてた人いたと思います、300人ほど。ただもうこれから本当にコンスタントにどんどん配信していきたいと思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。OK